背景はまるで和風建築の教科書。はて、こちらも何やら変わった形をしていますぞ。かまぼこ型のこちらの材木は軒桁を支えるためのもの。柱一本で支えるのではなく、支える面積を広くして一点にかかる荷重を分散させる効果があります。このように和風建築には装飾として見せながらも建物の構造を支える技が数多く存在します。